大丈夫。あとで、はい、まだ子供引っかかっちゃった、はい、そうですね、はい、この辺で、はい、ありがとうございます、はいはい、よろしくお願いいたします。山さん後ろ乗って、はい、これいるのかな。今日はですね、昨年2020年に引き続き札幌オンライン夏祭り HP に呼んでいただいたんで、あ、H プロデューサーに呼んでいただいたんで、ちょっと今開始前のね準備してます。見てください、ボーイズビアミシャス知ってますよね。この前でなんと去年は史上初焚き火やらせてもらって、今年も2回目ということなんで、今年はもうより高画質に撮影していきたいと思います。よろしくお願いします。どうやって勉強したの。独学です。これ YouTube、 YouTube ですね、海外の。やっぱり全部自分で撮影してうまくなんないよね。モニターをつけて、これ浜さんモニターこうなった方が見やすいでしょ。ちょっとモニター今年は僕が何かあったらここ見とけば。あ、そうそう、はい、大きいね。あー、すごい増えてる、ね、ただ高さね。パソコン、まあ、配信してみてさ、声の感じ聞きたいよね。おさん、これは今最終調整ですか。そうだ、一番大切な場所でラールさんと私がアップルっていうことでございますけれども、お腹空いちゃいました。そうか、去年もこれバーベキューしたらいいんじゃないかなんていう話してね、考えてましたけども、お腹空きますよね。なんかこう飲んだりね、食べたりしながらねしたいもんですけれども、皆さんこれどうしよう。あ、インスタライブの方ちょっと立ちで行きましょうか。はい、どうでしょう。藤ヶ丘展望台にね、ぜひ札幌市民の方もそうですけども、いただきたいですね。今の時期なんて花火も無料でねお配りして、6時からね7時半までお子様とかね家族で楽しめる花火も